皆さん、福島はいいところです。ぜひ来てください。江戸の中期あたりとね、今回はまあ震災がありましてちょっと一回延びましたけど、実は2年に一遍でやってます。去年は震災ですからやりたいって言いますけど、やっぱり周りをしてちょっとそれは無理でないかなと。まあ今年も大変なんですけどね、まあ本当にまだ復興っていうか震災でやられたうちがあちこちありますけど、それもできないけど、やっぱり祭りでなんとかしようという意気込みですかね、それがありますので、一番最初に先立ちという毛ありですね、これを模写してだいたいその長さを競い合うんですよね。その次に今度高張という提灯がなります。今度神輿が来ます。神輿が来てその後今度我々の世話人という紙紐を着た人がずらっと乗る。その後元方という提灯が来て、大名行列のスタイルを取ってるんですよ。各町内提灯が約100近くなりますから、相当の数ですね。で、暗いどこで行くと本当に勇壮な祭りでございますね。だから他の町内が来てこう挨拶するときも必ずこういう提灯、だから提灯というのはものすごい大事にしてるんですね。その提灯っていうのは自分の町内長寿司中華、家紋となしなんです、その町の。だからただ行って挨拶するんじゃなくて、その提灯を持ってることで、あ、この人はどこの町だっていう、それを認める。今そうなんか福島県は頑張ってますというふうなことを言いますけど、我々福島県でも一番南で、まあ、白川ですけど、まあ、頑張っております。まあ、どうぞ放射能そういうものはあんまり心配ないです。安心して来ていただければ、まあ、白川の人は本当人がいいですから、皆さんにこう何か聞けばいろいろ教えてくれると思いますので、どうぞおいでください。お待ちしております。全国皆さん、白川の三大祭り、絆のある、そしてなお儀式のある祭りでございます。どうぞいらっしゃってください。